はいはい皆さんどうもごきげんようひろきです。でコロナウイルスに関しての撮影に関してのお話なんですが、えー、当チャンネルでは、えー、5月の 末ぐらいから今まで6月の18日、今で日付変わって6月19日になりましたけれど、18日まではまあ都内え、僕は東京都に住んでいるんで、東京都内に限っての撮影って感じだったんですけど、え6月19日からまあ政府から安倍総理があの会見を行ってましたけれど、会見というかね、話してましたけれど、え19日からは県をまたぐ移動が、え自粛が解除されるということなんで、総理からもあのこれ気,を気をつけながらこう移動するようにみたいなこの方針が、ね、発表されておりました。えの 当チャンネルでも6月19日今日から東京都を出るような県をまたぐような撮影っていうのを完全に再開をいたしますただただ今までのコロナウイルスに関しての予防策、まあ、マスクは徹底しますよねマスクをしてでアルコール消毒を見つけたらもうサッサッと消毒をするとで手洗いうがい徹底するっていうのはしっかり行いますでもちろんもう咳とかもしませんしね あの人前とかでね。列車に乗っててまあ席をしたりとか、そういうまエチケットというか、そういうマナーも徹底しますし、それを前提。それはもう大前提っていう上で撮影を再開します。っていうかもうね。撮影とか再開しててか、ある程度県外の移動とかしないと、もうそろそろやばいと思うんですよね。あの <laughs> 観光業とかあの僕とか it とかだったらいいんですけど。今それだからいいんですけど、観光とか飲食の人とかにただいさ今でも廃業とかが多いのに、これでずっと自粛とか言ってたらもうね。 本当に,本当にもうそれこそ廃業もうもっと廃業する人とかも増えるだろうし観光業とかホテルとかもそうだしもう大変なことになると思うんですよなのでまあこれから本当にマスクとかをして、えー、最低限というかもうちゃんとこうコロナの予防をしつつこう経済を回していくっていうのが必要になるんじゃないかなあんまあのこういうなんか出しゃばったことは言えないんですけれどそういうふうに思っておりますなので当チャンネルでも撮影をこれから再開をしますただこれから東京の感染者数とかをこう見て で,でまた感染者数が増えてきて政府の方針とか変わってきたらこっちもまたねその撮影を自粛したりとかそういうことを行うかもしれないのでその時はまたアナウンスさせていただきますのでよろしくお願いいたしますそれではちゃんとあのこれまではねあの自宅で撮れる動画ばっかだったのであの外に出てしっかりとねお金を費やしてあの企画動画を作っていきたいと思います皆さんもよろしくお願いいたしますそれでは。